ご紹介しましょう。岡三オンライン証券投資情報部長武部力也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。お邪魔いたします。武部さんにはまた為替のお話を、為替をもう題材として、世界の、政治経済の動きをじっくり、なんかすごく大げさですね。とめなさんお伺いしたいと思いますが、早速ですが、まずは、今夜の FOMC に関しては、市場ではその利上げ回数をめぐっての思惑というものが、再び錯綜し始めてますけど、武部さんはまずどうお考えになってますか。昨年の12月に、利上げをしましたけども、1月にはもう金融の正常化棚上げになりましたと。で、2月にパウエル FRB 議長と、トランプ大統領ホワイトハウスで非公式のディナーをなされて、今までずっと利上げをすることに対して牽制がボン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 、もう口汚くというか、ここで申し上げるのは不適切なほどの言葉がガンガン出てましたよね。で、そうしたものに対して一応仲違いがあったけれども、仲良しになったんだねというのが2月の上旬のホワイトハウスのディナー会だったと。で、ベクトルが一緒になったんだろうと。要はそれは何かというと、利上げは、先送り、正常化、棚上げ、そして店舗間も抑制させる、ドル高も抑制という話があったのかもしれません。で、いろいろ直近の世界経済も含めて米経済における影響だとかっていうお話上がったんでしょう。で、そこから改めてですけども、金融正常化の棚上げとマーケットのコンセンサスになってきた。で、ちょっと怖い、それでも怖いなと思ったのは、3月の第1週の土日だったかと思いますけども、州をまたいでワシントンとお隣の州だったと思いますけども、トランプ大統領がその保守系の政治団体のところで、もうやはり必要にというんでしょうかね、利上げを望むジェントルマンが FRB の中にいると、ドル高を望むジェントルマンが FRB の中にいるというようなことをもう当てこすりのようにおっしゃってたのが非常に印象的だったんですが、そこまで言われた場合、ちなみにイエレン FRB 前議長は、トランプ大統領は無知だということを明確におっしゃってましたけれども、ここで私が無知だそうですねとか違いますねっていうのは差し控えますが、おそらくでしょうけれども、 FRB というか FOMC の利上げというものに関しては、おそらくこれは私の全くの邪推ですけれども、トランプ大統領として今テーマがやはり貿易赤字、貿易赤字ということはニアリーイコールで通貨安が相手で自国の通貨高になっている、でそれが赤字の拡大に縮小にはつながらない、これもまたニアリーイコールで要は FRB の施策が間違ってるっていう、あえて失礼な言い方するとかなり短絡的な構図をお持ちでらっしゃるので、やはり利上げのテンポ感を抑制されるとか、利上げはダメだとか、ドルだけダメだとか、これは米国株式市場にはいいのかもしれませんが、ドル円に関してはやはりちょっとドルに関してはこれ金利面に見るとドルを買うインセンティブはかなり低下していますよね。それが今でもあり、ちょっと今後も続くのかな、そんなところだと思いますので、ドルに対してあと円がどうなるのか、ドル円というぐらいですから、あとは円の施策がどうなるのかというのが今後のテーマになるのかなと思います。アメリカの金融政策が年明け、年末年始またいで今に至るまで結構動いた割に、ドル円相場は動かないという状況が続いてしまってますが、やはりそれは円の側にも結構問題があると。そうですね、ということで、ざっくりと俯瞰的にちょっと一歩を引いてみると、2月の下旬なんですけども、これも多分もう名前申し上げていいのかなとちょっと正直思うんですけども、浅川財務官とちょっとお話しする機会があった時に、ドル円が横ばいなんですけどっていう話をしたら、安定している、これもニヤニヤは笑っててあまり明確にはおっしゃらなかったんですけども、特に株式市場のためにするならば、ドル円の安定性って非常に好ましいですよね。横ばいというのは安定推移してますので、そうしたところでは通貨当局としては良しというのが今ドル円の水準感、1ドル110円台から112円手前のあたり、111円を中心としてほぼほぼこう 1,2 ヶ月横ばい推移しているというのはかなり望ましい動きなんじゃないかなというのは、通貨当局、当局としてはそうした形で多分監視してらっしゃるのかなというイメージはちょっと持ってます。で、ただし一方で今鈴鹿さんが円に事情があるっておっしゃいましたけども、日銀結局何もできないんですよね。で、ちょっとポイントとして押さえておきたいのが、今日が3月の20日、3月の12日にちょっと私2つほどちょっと注目したのがありまして、1つはですね、参院の、金融委員会で麻生財務大臣が、
まあ、いつまでもこだわりを持つ必要性ないじゃないかということで、黒田日銀総裁の 2% 目標に対して、まあ、援護射撃というか、まあ、これ以前からおっしゃってるんですけどね、うん、麻生財務大臣おっしゃったんですけども、急にちょっと15日に先週の金曜日に日銀の会合があった分だけですね、パッとちょっとあっと思ったんですけども、いつまでも 2% にこだわる必要性はないと。要は1月の消費物価指数だってこれ前年前月比 0.6%、 0.8% ぐらいだったかと思いますけども、 2% のところにもう全然寄らないわけですよね、うん、でこれ何にもできないよねって、もうその目標一体いつまでその有名無実化しているのを出してるんだと、そんなこだわらなくてもいいんじゃないかと言ってくれた。ただしこれ言ってくれたといっても日銀法の第2条で、なんと、どんなに麻生財務大臣が言ってくれたとしてもこれ日銀マターですから、うんうんうん、まあ、他人事って言ったら失礼なのかもしれませんが、やっぱり黒田日銀総裁がこれをしょわなくちゃいけない。ただし、金曜日には何もできなかったと、これ皆さんご存知だったと思うんですけど、もう一つ、同じく3月の12日に、はい、これちょっとかなりね、きな臭いとか政治の世界なのでちょっとややこしいんですけども、まあ、いろんなそのレームダック化だとかいろんな思惑あろうかと思いますが、はい、自民党の二階幹事長、うんうん、黒田4選ありうるぞということ、まあ、これも前々からおっしゃってて国会でも出てましたけども、改めてそれがちょっとフォーカスされたのかなと、じゃあなんでそこにこだわるのかというと、本来でしたら、安倍首相、安倍総理、2021年の9月までですよね、はい、ここはちょっと時間軸確認しなくちゃいけないですが、2021年の9月まで、そして2023年の4月までが、黒田日銀総裁の任期なわけですよ。要はこの間のところでは2021年の9月になったらアベグジットになっちゃうねということが、まあまあ、自民党総裁選イコール、我が国の総理大臣というところだったんですが、これが2024年まで、はい、今からあと5年続くとなると、安倍4選となると、そうなると今度は黒田日銀総裁の任期まで、うん、まあ、今の政策がどうなるか分かりませんが、いわゆる安倍黒コンビは継続するわけですよね、うん、今から5年間は日銀の金融緩和の政策が続く、まあ、もちろん4選があり得るかあり得ないかというのはこれまた全然別物ですが、イメージとしてはまあそうした形ではアベグジットではなくてアベノミクス、まあこの施策が引き締めになるのかどうか分かりませんけども、今のコンビで続いていくというのをちょっと感じたのがかなり超長期的な話ですけども、先週の12日ちょっとそんなことをちょっとイメージいたしました、はい、なかなか、まあ、肌感覚では体感温度としては日本の物価というのは暮らしの上では随分上がってきたなと、サバ缶が上がってみたりですね、はい、小麦粉が上がってみたり、はい、ラーメンが上がってみたり、はい、すごい物価上昇は感じられるんですが、ところが経済統計上ではちっとも上がっていないと。そうですよね、物価見通しも 1.4% が 0.9% まで下げているというような状況は、うん、その前の日銀の会合でもありました、うん、先般も景気下方修正ちょっと 見通し締めたというところでは、確かにそのいろんなところで、まあ、物価が、まあ、これもまちまちなのかもしれません。で今年1月の時のこれ日銀の最に出れば出てるんですけども、質問でですね、黒田日銀総裁は今年一番注目してらっしゃるのは何ですかっていうご質問があったんですよ。これ1月の日銀の金融政策会合のところの記者のやり取り、総裁のところに出てますが、で何とお答えになったのか、春闘に一番興味を持っているとおっしゃったんですよ。あ、春闘ということは、まあ、お給料ベアアップがどうか、うんうんうん、でこれも先週13日に、集中回答ありましたよね。前年比割れだったじゃないですか。もちろんまちまちで、連合と経団連の会長もそれぞれまちまちだということ、業績によって違うとまでおっしゃってましたが、うん、事実としてこれ下がってしまったと。じゃあなんで黒田日銀総裁、これも完全に竹部の邪推なんですが、なんでベアアップ春闘に注目しているのか。要はお給料が上がる、消費意欲の拡大、消費意欲の拡大が物価上昇につながるという構造を多分見てらしたんでしょうけども、今後まあもちろん携帯の電話が下がる一方で、その分だけ購買意欲が他に回っていくのかねとか、多分いろんな見方あろうかとは思いますが、事実としてまあベアアップがちょっとつながらなかったというのを多分黒田日銀総裁、一般のまあ私も含めた労働者の中では一番ひょっとしたらがっかりしてらしたのかもしれませんね。なるほど、そうですよね。資料を田口さんに今日こちらお持ちいただきましたが、はいはい、これ すごいリアルな上手な似顔ですね。ありがとうございます。これはうちのそうした部署のところで、ひょっとしたら竹部のパワハラじゃないかと言われてるぐらいでございますけれども、ね、まあまあこの図をちょっと見ていただいて、まあ、はい、外交図としてイメージ見ていただければと思いますが、一番多分シンプルになるのは、今後この4人そしてこの方が大将、先方中堅次方 大将ぐらいなのかもしれませんけどもね、そしてこの3人で迎え撃つ、はい、そして、まあ金融緩和ということをやって
仮にやった場合はいきなりツイッター法で円安誘因なのかと言ってくる可能性もこういったところに出てくるのかなということでちょっと、あまり直接関係ないんですけども入れさせていただきました。でもちろん、パウエル FRB ちょっと今萎縮なされているのかなというイメージ、まあ、多分テーマはこの辺になってくるのかと思いますが国内事情としてじゃあそうは言っても先ほどの申し上げ方するとドル売りに対して円売りというような力が働くのかなというふうにして見てるんですがちょっと期待値を持ちたいのはこの辺でしょうかね。政治のところで永田町から聞こえてくるのはまだダブル選挙の可能性というのが6月末に衆院終わり任期満了失礼現在の国会終わりますのでね信を問うみたいな形になるのかどうか、まあ、その辺のところになるとちょっとまた日銀の追加緩和みたいな話がフォワードガイダンスを深掘りさせるみたいないろんな副作用問題出てくるかと思いますけどもくすぶってくるのかなそんなイメージはちょっと一応持ってます。潮さん同時選挙を占う意味でもこの4月もうすぐですが、はい、統一地方選挙の勝ち負けというのは非常に重要ですね。分かりました。あとはこの辺でしょうかね。為替は貿易と、為替関係ないとは言ってますけども日本側は言ってますが米国側がいつ言ってくるか分かりませんのでそれも一応念頭に置いておく必要性があるかなと。貿易に関してこの実効、まあ、為替レートの変化というものも少し出てきてるんですか、はい、そうですね。ちょっとご覧になっていただければというふうに資料あるんですけども実質実効為替レートの観点からこれ実勢レートとちょっと違うんですけども今直近のところで一番気になるのはですね以前はこの実質実効為替レートこれ以上はないよということをおっしゃっていて125円から下がってきた経緯あるんですがこの時に上がっていったところと今ちょっとこれ上がってるのかなとこれが今その米中通商交渉から日米の通商交渉になった時に圧迫してくるのかどうかこれがちょっと気がかりだなというふうにしては思って見てます。なるほど、はい、それからもう一つ今度は、はい、ポジションに関連してですね、そうですね、年末の113円水準からぐっと下がってきましたというところ、まあ、これ結局 FOMC のところ関連しているかと思いますがただしここで逆張りを FX のお客様方はしてらっしゃるので今ちょっとこの辺は非常に細かいところで 横ばいなのかなというふうに思うんですが110ざっくり114円から107円7円幅3円50銭110円の50銭ぐらいがちょうど真ん中なんですよね。なるほど。その辺がまあ今ちょうど居心地がいいのかなとは見てます。政治経済やはりまだまだすごく入り組んでるということですね。そうですね。まだちょっと桜咲くにはもうちょっとマーケット時間あるかもしれませんね。わかりました。はい、竹部さん今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。